はい、星野です。こんにちは、こんばんは、おはようございます。えー、昨日ね、東京ベルディ戦ありましたけど、辻夫さん怒ってます。今日怒ってんすよ、辻夫さん。もうなんかさっきから全然口も聞いてくれなくって、辻夫さん、辻夫さん。はい、辻夫ですあ。めっちゃ怒っとる。いやー、もうね、はい、怒ってるというかね、もう悲しいですね、本当に。うん、どうしましょうね。どうしますか。うーん、もうあの もちろんだから前、町田戦の時かな、はい、言いましたけどもうシーズンの中でこういう試合ってあるんですよ。はいはい、何やってもうまくいかないうん、うん、相手の方があが先手先手取るっていう、ねうん、言ってましのは、ねうん、それをシーズン2回やっちゃ絶対だめなんですよねーホームで。本当にそうなんですよでまあ僕、あのー、このまあラジオとか NOW とかでまあ解説とかさせてもらってますけど。うん 僕自身あの、プロサッカー選手として経験はありますけど、はい、もう自分自身、本当にいい選手だとも全く思ってないし、うんうん、キャリア自体成功したとか全く思ってないし、あのうん、現役時代にあの山ほどミスして、自分のせいで点取られたし、うんうん、自分のせいで負けた試合もたくさんあったので、選手の気持ちってめっちゃ痛いほどめっちゃ分かるんですよ、はい、うまくいかないっていうね。ただ、これはもうちょっと今日は厳しめに振り返っていきたいと思います。はい、はい 分かりままししした、はい、厳しめにじゃあ行きましょう、はい、辻尾ラジオは金沢ホームケアクリニックの提供でお送りします。0ロ4でホームで負けるっていうのは本当に屈辱っていうのもね、うん、もう分からなきゃいけないですし、はいうん、なんかやっぱり危機感が感じられない試合とも思いましたしこれでまあもちろんねその残留できてればもうオッケー なんですけど、はい、昨日の試合だけ見に来た人は、じゃあ、どう思うねん,うんじゃあ町田の試合と昨日の試合見に来た人、絶対次見に来おへんなっていうね、<ー>と思うんですよね、うんうん、これ残留したとしても、来シーズン来ないですよね、やっぱそれぐらいこう、ピッチに立つ責任っていうのはあるし、そこはもっと感じてほしいなと思います。なるほど 立ち上がりがね、そんなに悪くなかった金沢だと思ったんですよ。そううですよも逆にベルディが悪かったですよね、立ち上がり。もうキックオフからあんまりベルディのリズム良くなかったですし、うちのプレスも効いてたし、相手の中でのコンビネーションもやらせてなかったので、決定機が2、3本ありましたかね、大谷選手があそこを仕留められなかったのがすべてといっても。 過でではないゲームですよねビッグチャンスというかねシュートのシーンに顔出せるようになってきた、はい、っていうところはポジティブですけどあれしとめるかしとめられないかでもうそのプロとしてやっていけるのかやっていけないかぐらいの大きな差なので。 もうそこはねもう何が原因で入らないのか、はい、じゃ技術なのかメンタルなのか、うん、体力なのか分からないですけれども、うん、ちょっと突き詰めてねやってもらいたいなと思いますね結構使われてますからねやっぱりここまでで3得点か、はい、ちょっっとやっぱ物足少な,、ね、ないですよ3点でフォワードやってて金沢のフォワードは守備とかね求められることが多いですけど、うんはい、もうフォワードはテントっていうのは無理ですからねもうそれがあの自分の選手としての価値なので。うんはい うん、そこは物足りないですよね。なるほど、はい、まあ立ち上がりがね、ヴ、ま、ェ、あ、ルディの荒、えー、井選手、はい、いい選手だったなと思って、そうですね、うん、僕はあの相模原の時に、彼と半年ぐらいですかね、うん、一緒にやったんですけど。そうなんですねはい あの形に入ったら彼はなかなか1対1では止めれないですん。今季初スタメンってちょっと喋ったんですけど言ってましたし前の監督の時はちょっとフィットしなくて監督代わって出場機会が増えてきて今初スタメンでという話をしましたけどめちゃめちゃやりやすかったって言ってましたからね金沢は。ああ、組みしやすかったしかもも彼にとってあそこで対さてくれたらももう何でできますから 嗯。<noise> <noise> 金沢としては新井選手と山下選手をこうずっと幅取ってる選手に対してどう捕まえるのかっていうのがもう試合終了までずっと修正できなかったですよね。<ー>もうそれは本当に致命的でしたね。<ー>でいつも金沢はサイドチェンジされると弱いじゃないですか。はい、そうですね。いつもねあの金沢のディフェンスっていうのは寄るあのボールサイドに寄るサイド張ってる選手に対してはまあ捨てるわけですけれども、まあそこまあ別に捨てるのはいいんですけど、はい、まあそこにスライドしてか から、全体の戻すポジションとか、サイドバックの立ち位置も、幅取ってる選手がいるなら、もう少しこう、ね、臨機応変に。うん 幅取っってててる選手に対して絞りすぎずっていう中間ポジションを取らなきゃいけないんですけどそれもせずなるほど相手が幅取ってない時の守備と取ってる時の守備ってのは同じなんですよ<ー>、うん、そこ修正しないのでそれはやられるよねってなるほどでそれはあの、うん、じゃあどうやって修正するのか自分らのポジションを例えばうちを5枚にするのか、うん、中盤のポジションを変えるのかうん、うん、っていう修正の仕方いろいろあると思うんですけどそれをしなきゃね、まあ、もちろんじゃあ両サイドバックの責任ではも,もちろんサイドやられる 出てるのでありますけど、なんか難しいです。あそこで一対一作られたら、もう両サイドいい選手なので、スピードあって、どれぐらいでっていうね。とは思いますけどね。まあ新井選手、本当に足元の技術も、まあ切り返しとか、すごい上手だったし、でパスもあるっていうね。パスもしてたし、何回も起点になってたし。で山下選手もね、早いですからね。ハイエーあれは、大谷選手と同じぐらい早いらしいですね。見てたら、そんな感じしますよね。ただ。 山下選手の方が相当上手い技術高いですね、ね技術高いで負けんま元気もなんか感じるし。再三、右サイドやられましたけど、もちろん松田選手はよくなかったです、あの1対1に関してもやられてたし、うん、っていうことはありますけど、じゃあその,あの13番の新井選手に入るまでに、前の選手どう動かすのかとかうん、うん、っていうのは修正が全くないで自分でやっぱ動かさないと人ん。 ゴテゴテもあるし渡った後に、うん、彼のカットインと切り返しどっちもあるっていう状況だとやっぱ防げないですよ、うん、今の、ね、力量の差やったら。じゃあ俺はもう縦切るからカットインだけボランチ絶対来てくれとか俺は例えばじゃあカットインだけ絶対させへんから、はい、あの黒左足のクロスだけちょっと中は絶対それもうついてくれとかっていう、うん、いろんなこうやり方があるんですけどそれを自分ので中でやっぱ修正できないっていうところが。うん 厳しいです、ね、なるほど、うん、松田選手ね、結構出ずっぱりだから、はい、まあこのシーズン終盤に来て、まあ、疲れもね当然溜まってるとは思うんですけれども、はい、ここ数試合かは本当にまあ精細、まあ、キレがないっていうのもそうなんですけど、うん、明らかにやっぱ狙われてるなっていう風に感じるんですよね、うん、やっぱりこう、ボールロストも多いし、うん、ディフェンスの時も結構、ファールがやっぱ多いから、はい、あの相手にとってみたら、そこを攻めれば、また戻ってくるっていうのが、ある程度こう予測ができるから。うんうんまあ、それは、ね、相手狙ってくる 今までそのもちろん松田選手と前の大石選手にしろ金子選手で出てましたけどそこの連携というかが本当によくなかったので、うん、あまあ狙われるところですよね。であとはそのボール受ける位置ですよねサイドバックの。はい、もうずっとと同じなのでうん、うん、ちゃんとこう引いて 自分の前のスペース空けてボールを受けるのか逆に上がって相手のサイドハーフのポジショニングをこう揺さぶるのかっていうのが相手見て全くやってないのでうん、うん、同じなので相手のサイドハーフを守備する側もあこいつずっとここで受けるってなったらめっちゃ楽なんですよ、ね。 で結局、ボール入ってから技術でかわせるわけじゃないので、そは狙われるよねっていう感じですねうん、うんで。もっとこう、例えばビルドアップの時に、センターバックボールを受ける時にもっと引いてボールをもらうなら、例えば島田選手がサイドを張って受けるとか、そのあんまりないんですよね、その入れ替わりも。あ<ー>結局、サイドハーフは、次のサイドハーフは中で仕事しましょうねっていうのが、まあ、基本的な約束事なので、うんはい、みんなそれも同じことを守るんですよ。 変えていかないと、はい、もう相手本当楽ですよそうですよね。うん、時節の,その対戦の相手っていうのはスカウティングをしてデータを集めて、はい、多分こう来るだろうからこっちはこうしようでもそれも多分考えてるからこうしようとか、はい、いろんなパターンを考えて、うん、で試合が始まってからも相手ぱ思ってたのと違ってたからじゃあプラン B ねプラン C ねみたいなのが、うん 普通はあるんですよねもちろんそうですねですよねうんそれは普通なんですけど、はい まあそれがね、本当なくて、はい、選手交代もまあ遅い、うん、まあ僕の主観ですけど、それは遅いですし2、2 0とかなって、戦い方が変わらない、ポジションも変わらないっていうのは、僕はすごく不思議なんですよねうん、うん。同じことやってて、点取れるわけなだと思って、じ,っててってじゃあ、そのサブの選手が同じことやって、そこで自分のストロングで相手を剥がせるのかって、誰もそういう選手いるわけではないので、負けてる時のポジションチェンジのなさとか、配置の変えるバリエーションのなさとか、 とかっていうのはちょっと疑問ですよね。うん,うん。 にになった時同点狙いですよね逆転はもうね難しいからってでもそれするためにはやっぱ点取らないといけないしじゃあ点取るためにはどうしたらよかったのかなと思ってねまあでも正直ねそのヴェルディはもう残留決めてて昇格ももうないから来季に向けて若いメンバーを使ってきてたと思うんですよね別にモチベーション失ってるわけではなくってそのプレッシャーがない分伸び伸びとやってたような気がするんですでも金沢逆にに残留のためは でも積み上げないといけないってい、やっぱそういう戦い方しなきゃいけなかったわけですよね。はい、あの奇策をね。<laughs> 打たないといけないいいととけ思うんですよもうスタメンからして、うん、もうほぼほぼ一緒じゃないですか、はい、スカウティング通りやーって、うん、もう金沢もうほぼほぼそのままでくるよっていう、うん、で用意してきたものはそのまま出たっていう、うん、もうそれは一つだと思いますよここまで勝てないっていうかこの負け方するとね、はい、そうですねここでチットと,とかが出るとおおってこうなったんですけど <laughs> あまあそれもだから一つですよね <laughs> いやでももうどうしてるかも分かんないチットはどうん、ね、全然音沙汰がないので元気なんですかねいや分かんないっすチットセヌマ大谷の スリートップとかかどうですかもう割り切ってますよね、それもありですよね、うん、ディフェンスはもういいから、とにかくもう点取ってこいみたいな。うんうんまあ、サイドバックも上がらんでいいから、前に預けとけと。なるほど,なるほど、うん、それも一つですよねベルディが4、1、2、3かシステムやったんですけど、はい、まあなんか4、3、3とかも金沢やってもいいんじゃねえかとか、ちょっと思ってたんですよね。どう思います いや、もう悪くない。まあ、やらないですけどね、<laughs> この状況までやらなかった。<laughs> やらないですよ。やらないですけど、<laughs> うん、面白いと思います。うん。カナダがやるならダブルボランチにした方がいないなと思いますけど。4213?4213。 4231か、はい、4231、前から言ってるやつですね。そうです。ワンボランチ脇ってめっちゃ使われやすいのそこを臨機応変に中で修正できると思えないので、きのうの試合の前線からのプレスに関しても、前はツートップいくけど、ボランチが後ろからついてこれじゃない、あそこにかっぽりスペース空いて、くるっとターンされて、サイド地に逆サイドに持ってかれるっていうシーンが多かったですよね。そここら辺のう 後ろと前の意思疎通もできてないですしうん、うん、で誰がそこを修正するのっていうのは。 も見てる限りですけれども、見受けられない、それ誰でも修正しない、あのセンターバックの若さ、2番のね、僕、大分の時一緒だったんですけど、ちょっと喋りましたけど、いや、めちゃくちゃやりやすかったって話をして、結局、フォワードも裏しかないし、もうそれ見せてくれたら何もない、押し上げもない、で、ポランチもついてこないんで、フォワードのラインを1枚超えたら、もうフリーになるみたいなうん、って言ってましたね。 やりやすい <laughs> って言われるとあれですけど、うん、でも見ててもそうですよね単調ですもんね正直ね。そそううんんまにそうなんですよ、うん もうほんまだから結局今、大谷選手の背後が一か八かで通ったらチャンスやし、通らんかったら何もないっていう現状になってますよね、厳しいですよ、あれじゃあ。あ<ー>で、その前に蹴るにしても、まあ、さっきちょっと話しましたけど、はい、サイドバックもサイドハーフも、前に対してサポートのできる位置じゃない、後ろに重たくなってるのにもかかわらず、前に蹴るので。 フォワードはまあどうにかしてくれってなったらまあもうたまたまだから抜ければビッグチャンスになりますけど抜けれなかったらもうそれでおしまい攻撃はおしまいっていう感じですよね。であれはセンターバックから蹴るならサイドバックもっと高いポジショニングさせるとかサイドハーフももう少し高い位置でボランチもサポートできる位置に行かせなきゃいけないけど後ろに重たいのに前に蹴っちゃうからサポートがない孤立しちゃってで単発で終わっちゃうでってことです手 はちょっと内田篤人さんのフットボールタイムを一回見たほうがいい、ね、<laughs> ねめちゃめちゃ面白かったんで。面白かったですね、あの富安選手との,、ね、手との対談ね。うん、やっぱその,そのサイドハーフとの、まあ、相性もそうだし、うん、やり取り、コーチングとかも含めて、うん、そこのバランスっていうのはすごく大事だっていうお話をしてましたね。結局前の選選手手がどういう選手にいいににるかに対し よって自分のポジショニングを変える、もうそれ当然ですよね。で、島田選手と大石選手の時のサイドバックのポジショニングが違うって当たり前なんですよ。大石選手は、もちろん最近、中でちょっと仕事できるようになってきましたけど、やっぱりサイドで張って、あそこの縦の勝負っていうのが一番ストロングですけど、で島田選手はやっぱり中で、細かいスペースでも受けれる、相手、プレッシャーあっても受けれるっていうのが、やっぱり彼の技術とかね、左足のクオリティっていうのが生きるので、それがね、 変えないと、それはサイドハーフの選手も活かせれないし、攻撃自体も停滞しますよね。うん、そのまあサイドバックって、最近は本当に攻撃参加っていうところも。重きを置いているというか、置かれてるポジションだと思うんですよね。はい、求められてる。うん、でもまあ、守備は当然やんなきゃいけないし、はい、どっちにこう比重を置くかっていうのも。その相手によってもそうだし、うん、サイドハーフのその選手によってもそうだし。うんうんはい そこは毎回違って当然だし、っていうことですよね。もうそういうことです。うん。はい、それがやっぱ見受けられないから、なんか中途半端な感じになっちゃうっていう。そう,そうです、そうです。で、結局やっぱサイドハーフ、サイドバックって、あの、プレッシャーの餌食になるところなので、あ<ー>まあ、松田選手もまあ、 かわいそうですねちょっと同じことばっかりやらされてプレッシャーを受けてで結局2点目か2点目もボールかっさられてっていうところでしたけどあれね僕もねああいうのめっちゃあるんですよいあの時にねあれかっさられて失点するみたいな。 あれももちろんそのトラップの技術っていうのもありますけど、はい、立ち位置、うん、ボールの受ける位置っていうのがよくないから起こるところなんですよねもっとね相手見てっていうところをやっていかなきゃいけないですね、うんうん、だから松田選手も悪いですし、うん、周りも悪いですし、うん、その松田選手のポジションを変えない監督なのかっていうのも悪い。うんあ でサイドハーフのポジションも変わらないっていうのもサイドハーフの責任なん、うん、でもあるしそれもそれをずっと同じポジショニングをやらせる監督も悪いですよね。ねで、ほんま真面目すぎるんですよね、金沢 <laughs> 選手は <laughs>、まあ。真面目にやらんと試合で出れないというのもあるかもしれないですけど。でね、まだこれ、善戦してくれればよかったんですよ。まだ2点ぐらい取ってくれたらいいんですけど、いいとこなしの0 4って、うん。こっからの選手たち、どう立て直すかというかね、メンタル と,ところね次の栃木戦がもうすべてですよねそう <laughs> いや本当にもう今の現状で言って、うん、山形と、うん、京都に勝てるなんて思えないじゃないですかそうですねちょっと難しいなこのベルディ負ける前は栃木のアウェイもまあ難しい勝ち点1ぐらいじゃないかっていうところは言ってましたけどでももうベルディ戦の敗戦踏まえると、うん、もうここで勝つ以外ないです,そうすねもう本当に頼むはほんまにって感じですけどそうすね まあ、あの前節ね、北九州が10試合ぶりに勝ったのかな、はい、9試合か勝ててなかったっていうのは、<laughs> ねね、高橋大吾選手、すごい泣いてましたからね、うん感極まって、わかると思って、はい、それね、うちの新潟戦みたいなそう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 、うん、で、金沢との差が勝ち点2ということで、うん、ただ貯金はね、まだあるんですよね、2位あるんですけど、はい、相模原とは得失点差が。 も近いというか相模原の方は上になっちゃうのかなこれだと上ですねそうですね昨日の配線を踏まえてだから並ばれたら上に行かれるのでそういう意味でもね04点は本当にだめやったんですよね得失点差いきなりもうマイナス4になっちゃったわけですもんねそうほんまそうです厳しいなその4点でどうかっていうことも出てきますよねなありますね負けるにしてもやっぱそこを詰めに行くっていうところはやっぱ大事だしもちろん諦めてる感じはなかった 最後の最後まで頑張ろうっていうね意識はもちろん見て取れたんですけどまあやっぱ手数が少ないですね引き出しがもうなかったなかったです空っぽだったはいあとはその選手たちのエネルギーもほんまに感じられなかったですね名前出して申し訳ないですけど藤村とかやっぱもっとやらなきゃいけないですね彼のもちろん経験もそうやし技術もそうだしチーム内での立ち位置っていうのを考えると彼のパフォーマンスっていうのは あんまり納得できるものじゃないしうん、うん、もっと周りに影響を与えるげを飛ばすぐらいの選手であると思うので僕は,はい、はい、でスキルだけで言うと J1 でやれるぐらいのものが僕はあると思うので本当もっとやってほしいと思います、えー、栃木のちょっと予習をしておきますが調べたら、ね、負けたことないんですね J2 で。あ,あ、そうなんですね J2 しか対戦してないんですけど2勝7分け0敗。 あそうやったんやと思ってあわけが多いですねわけは多いうん、うん、でも負けてないんですようん,うん意外でしたね意外ですねうん何敗かしてるかなと思ったんですけど、うん、で、えー、栃木39試合を終えて8勝15分け16敗勝ち点39の15位勝ち点でいうと2つ上でっていうところですねはい、うんまあ、システムは基本的に442で えー、ボール支配率が低いんですよ、はい、38.7%21 位なので金沢よりも下なんで、うん、似たような感じなのかなっていうそうですねまあどっちかというとその秋田と似通った、はい、ところがあるのかなっていうところがあってある程度そのディフェンスラインから。 繋いでくるっていうよりも、はい、シンプルにフォワードに当てて、はい、まあセカンドボールを拾いにくるというところですよねまあ矢野騎手選手だったり豊田選手だったりっていうのを一回当ててのポストプレーだったりていうところじゃないですかね。そこのセカンドボールをどっっちが拾うかっていうところが一つキーになりますよね。 これまあデータとかそのシステムとかその辺含めて考えたら、はい、もうスタメンはこれでいこうっていうちょっとその辺を予想してほというか希望にしますかもう希望でいいですキーパーーパセンターバックはは同じですね、えー、後藤選選、うん、選手、翔一選手、手広一よ。 疲れもあるしそこがちょっとね、まあ、力也選手、この間入ってたんで、スタメンで使ってみても、そうっすね、うん、<リ>僕もそれはちょっといいんじゃないかなって、うん、もうあの守備か攻撃かどっちかだけでもってなったら、うん、ちょっと力也選手の方が守備が強そうな気はするなと思って、うん、じゃあ、力也選手、力也選手が、はい、右サイドバック、はい、で左はまあ渡辺選手、はい、ボランチ、まあダブルボランチも海外いないんですよね。 そうですね力ス選手ここでサイドバックで使っちゃうと、はい、16番あっ元塚ね元塚どうしたんすか、ね、元塚どうしたの怪我かな元沙汰ないですよね元沙汰ないので多分まあ怪我なんかな <laughs> はいでもダブルボランチそのままでいきますかじゃあ8と6うんはいサイドハーフどうしようかな 島田選手と平松選手って同じ左利きじゃないですかタイプも似てはいると思うんです似てはいますねここがあんまり2人とも使うときって2人の連携とか見るとそんなにないのかなっていう感じがしてていやね連携はうちのサイドハーフ同士の連携ってそもそもはないんですよ誰がやろうとしないので。右に 多いし右に多いし13番はいどうしようかトップ下に島田を入れるで左をまあ初め平松いはい。でセヌマワントップにするでホドルフォンをサブに入れるもう帰ったんじゃないもしかしたらいると信じてホドルフォンドルフォンサブに入れるまあだから電線セヌマ 疲れてきたところで大谷選手を入れるとか、はいはい、で平松選手か島田選手疲れてきたところで左にホドルフを入れて、うんうん、そこで相手の疲れてきたところを左ガンガン行かせるえっとじゃあこれ4231前からねずっと言ってるやつですよね、はい、うん、うん、まあもしくは作田のワントップにしても <laughs> パブ <laughs> ブうパワープレーでなるほど これね辻尾ラジオね、聞いてくださってる方は、今日どっちのトーンで来るんやろっていうのは、たぶんみんな、うた楽しみにしてる、みんなこう、やっぱ怒りがあったりとか、なんしとれんっていう話になるわけじゃないですか、そこに乗っかって、われわれが、いやいや、そうなんやっていうふうに言うのか、それとも寄り添う形で言うのかっていうのは、みんなちょっとどっちかなって思ってると思うんですけど、い今日は怒りの方でした。今日はもうさすがに うんそうですね残念やった本当ね。うん。もう終わったことは本当に取り戻せないのでまあそうですねもうこっから立ち上がってくれることを本当に信じるしかないですしそうですね今日からね新しいスポンサーさんがついてくださってはいはいありがとうございます本当にありがとうございますはい ツイーゲンのスポンサーでもあるんですけれども、このラジオをずっと聞いていただいているファンというか、方で、ツイーゲのスポンサー自体は JFL ぐらいかな、昔からずっと応援してくださってる方で、黒瀬先生っていうんですけれども、本当につえげんのことを愛してくれてる方です。でも、毎試合もちろん見に来てくれるんですけど、毎試合、選手入場するとき、もう立ってこうやって掲げるわけですよ。スポンサーの方なので、そこまでみんなされないじゃないですか。 まあ、そーっとこう座ってるというか、でも一人だけ、もうずっと昨日もも、毛フラ掲げて、<ー>いやもう感動しますよ、<ー>なた涙出そうになります、ね、<ー>い、はい、っていう熱い方で。えと半年間ですか スポンサーといただいたということで、はい、3月までですかね、えー、オフシーズンまるっといきましょうっていうことで<あー> <laughs> <laughs> なのでまあオフシーズンもいろんなちょっとコンテンツを出していきたいなとはいはい、はい、そうですね、はい、本当にありがたい話ですねはい、はい、ということでね今日はあのベルディ戦結構お目にしゃべりましたけれども、うん、はいえ我々もね諦めてるわけじゃないです本当にもちろんです、うん ということで残り3試合、うん、辻尾ラジオもまた皆さんお付き合いいただければと思いますのでよろしくお願いしますはいではこの辺で終わりにしたいと思いますまたお会いしましょうさよならさよなら辻尾ラジオは金沢ホームケアクリニックの提供でお送りしました